どうもしゅんです、こんにちは。どうもバラバツです、こんにちは、お久しぶりです。ということで今回は、はい、皆さんに報告があるんですけども、しゅんだいえいチャンネルに2年前ぐらいから編集者さんであったり、その動画の裏側として大学1年生の時から携わってくれていたメンバーが、たった今日から夏休みということで1ヶ月間東京に滞在してフルコミットでそのインターンをするということで動画を回しています。ちょうど24卒の就活生でもあるっていうことで、これから1ヶ月の動画はなんかバンバン出ていただきたいなと思っています。もともとのその出会いは、友達の YouTuber さんの妹さんとして最初紹介されて、で何本か編集お願いしますってところから、もう旬だよりの動画の結構編集してもらってて、いやそう、これとかこれとかこれとか、コロナ期間の就活生ってことでガクチカとかあんまりないっていうような話も聞いてるので、そのあたりもちょっと後で詳しく聞きたらなと思ってます。ということで待とうと思います。就活生の皆さんにはそんなあんま関係ないかもしれないですけど、松原さん最近婚約しまして、あんまとかね、全く関係ないけど婚約しまして、おめでとうございます。ありがとうございます。近々ハネムーンにも行かれるということで、そちらの Vlog も下の概要欄から見ていただけたらなと思ってます。お相手はなんと動画に出たことがあります。おお、そう言っちゃうんだね言っちゃうんだね、いいいいいいよ全然。見つけてください、絶対分かんない。ブランドンっていう方来た来た来たじゃあちょっと、はい、おおりなさん、お久しぶりです。お久しぶりです。メルカム、ようこそ。はるばる、はるばる久しぶりですね。久しぶりです。オンラインではね、毎日やり取りしてるけど、対面で会うのは半年ぶりぐらい。結構久しぶりですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介からめちゃめちゃ今だった、力持ちなことだけが見えるの節がめちゃ重たい。はい、ということでりなさんです。お願いします。じゃあ簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。関西大学3年生で社会学部の西尾里奈です。よろしくお願いしま す。1ヶ月間がっつり旬ダイアリーに関わってくれるということで、そうね、なんかなんだかんださ月で10何本とか編集する月もあったりとか、がっつりは確かに携わってはいるんだけど、なんか対面で動画出たりとかディレクションするのは初めてだもんね、はい、いやりなさんすごいんですよ。なんか動画今までいっぱい作ってくださってるんですけど、まずレスがめっちゃ早くて丁寧で、しかも毎回可愛い絵文字がつくんですよ。だからそうコミュニケーションが心地よくて本当にできるパーソンって感じ。なのでなんかディレクションとか出演とかもね、活躍されるんだろうなって思ってます。そうね、大学1年生の時からダイアリーのメンバーとして編集とかをしてたと思うんだけど、今、24卒の就活生でもあるっていうことで、なんか最近の就活の状況とかありますか。今はもう全く何もできてなくて、行きたいところが分かんないっていうのが悩みです。おお、そうだね、だからそういうこともあるよね。だからこれからいろんなね、動画と撮影とかおよび動画外でもいろんな人に会って、皆さんにとって人生を変える1ヶ月にできたらなと思ってますね。なんか意気込みありますか。なんか自分の知らない企業さんとか、いろんな社会人の方と会って、やりたいこととか行きたいところを見つけれたらいいなって思ってます。素晴らしい、これから楽しみだね、うん、ちなみになんで1ヶ月もさ、その関西から来ようと思った理由とかありますか。ダイアリーに来たくて東京に寄せます。涙が出るわ。そのチャットとかでやり取りしてるだけでも、その皆さんの熱量とかが伝わってきてたんで、それを自分も一緒に体感したいなとか、頑張りたいなって思って来ました。へー、嬉しい。それをね、一緒に熱量をね、を作る側に、もともと作る側だけどフェイス2フェイスでね、やるっていう時代に逆張りということでやっておりますりなさん、オフィスほぼ初めてということで、我々とスペシャルオフィスアドバイザーがいるので、はい、そちらのものにオフィス案内をさせていただけたらなと思ってます。ここがワーキングスペースですね。うん、みんなワーキングスペースね、作業するとか、ね、はい、作業するとか、みんなが商談とか、あと撮影もね、撮影もしてます。そう、撮影もここで、照明とかここにあります。こんな感じので、ちょっと散らかってるんですよ。これはさっきニナさんがお土産でもらいました食べちゃった大阪のお土産でもらいました。メイン、みーちゃんも関西出身です。確かに、はじめまして。すごいデコ被ってるけど意気込み何なんですか。8月の衣装。8月は仕事に人生かけたいなと思ってます。お願いします。やばいやばい、
ちらですね、機材で保管をしたりしてるんですけど、本来はキッチンです。まあ別にね、キッチン使わないからね。確かに、うん、キッチン使わない、まあ、電子レンジとかもあるんですけどね、自由に使っていただいてって感じですね。あとはもう結構ダイアリービジュアル勝負してると思うんで、ここでメイクとかしてもらって、はい、あの一応僕のワーキングスペースなんですけど、ここで商談を受けるっていうルーティンあるので、ぜひミーティングかぶったらぜひここ使っていただいて、一応クッションとかもあるんで、あの使っていただいてやっていただけたらなと思ってます。どうですかリナさん。あ、めっちゃ集中できそうでいいですね。ここ通ってないな。よろしくお願いします。いやー本当に先日はありがとうございました。来る場所間違ったかもね。すごいですか。ちょっとすごいね。はい、じゃあ次来てください。はい、ちなみになんですけど、ウトロ市 10.1 万人いまして、はい、綺麗な盾があります。すごい、今すぐその手ピカに行きました。やばいやばい。ちょっとぜひちょっと持っていただいて、苦節5年半失礼します。すごい、みなさんが支えてくれたおかげで、ね、ありがとうございます。感想の一言。100万人行きましょう。行こう、100万人行こう。ライクしかない、ライクしかない、ライクしかない、ライクしかない。じゃあ行きましょう、次。はい、このオフィス、2階建てというか屋根、ここに上がありまして、急なんですけど、ついてきてください。はい、まあ、こんな感じで、ちょっと寝るスペースがあったりとか、ちょっと作業したかった作業をするとか、うん、全然筋トレもできるんで、これ、よかったら使ってください。ここでね、本当に作業をね、してる人もいるから、うん、ね、なんか感想ありますか。見眺めですね。ね、いや、ダメだよね。全然そんなことはなかったわ。ということで、そんな感じで今日から1ヶ月間東京に来て働くということで、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者の皆さんもぜひ受け入れていただけたらなと思います。まあ、旬なりチャンネルではそういったその同じ目線で一緒に成長していくっていうところをお届けできたらなと思っているので、ぜひ今見てる就活生および、まあ、大学 1,2 年生の方、若手社会人の方もそうだと思うんですけど、動画を見て少しでも自分もなんかやってみようかなって思ってもらえるような動画を提供できるように精進していこうと思ってます。なので皆さん一緒に今日から頑張りましょう。頑張ります。じゃあな。